それでは筋収縮について少し丁寧に見ていきます。まず、運動ニューロンからアセチルコリンという神経伝達物質によって筋肉に収縮しろっていう命令が伝わってきます。アセチルコリンによって筋細胞の細胞膜に興奮が発生します。筋細胞の細胞膜には落とし穴みたいに所々くぼみがあってそこを t 管と言います。アセチルコリンによって発生した興奮は t 管にまで伝わります。t 管は興奮を太い筋細胞の奥の方まで伝える役割を持っています。t 管にまで興奮が伝わるとそれがきっかけとなって筋小胞体という場所からカルシウムイオンが放出されます。カルシウムイオンは これから筋収縮を開始するぞっていう筋収縮開始のスイッチの役割を持っています。ちなみにこのカルシウムイオンはやがて筋小包体に濃度を輸送で回収されます。カルシウムイオンはこれから筋収縮を開始させるそのためのスイッチです。カルシウムイオンがないときはトロポミオシンっていう物質がアクチンとミオシンの結合を阻害していると考えられています。カルシウムイオンが トロポミオシンとくっついてるトロポニンという物質にくっつくとトロポミオシンの形が変わってアクチンフィラメントとミオシン頭部が結合できるようになりますトロポミオシンの形が変わることでミオシン頭部と結合する場所が露出すると考えられていますこんなイメージねカルシウムイオンがトロポニンにくっつくとトロポミオシンがどいてミオシンとアクチンがくっつけるようになる アクチンフィラメントにミオシン頭部が結合した後の流れもさらっとおさらいしよう。ミオシン頭部はアクチンフィラメントと結合した後、リン酸と ADP を投げ捨てます。その時、アクチンフィラメントを動かします。やがて ATP がミオシン頭部に結合すると、ミオシン頭部とアクチンフィラメントは離れます。 ミオシン頭部が ATP を分解すると、またミオシン頭部の角度が変化します。このように、フィラメントが動く。まあ、フィラメントが滑るって表現することが多いけど、フィラメントが滑ることで筋収縮が起きます。筋収縮は、フィラメントが縮むことで起きるわけではないことに注意しましょう。ちょっとここで、筋原繊維の復習もしてみよう。 筋細胞の中にある筋原繊維を見てみると、筋原繊維にはアクチンフィラメントとミオシンフィラメントが規則正しく並んでいます。ミオシンフィラメントがあるところは暗く見えて安体と呼ばれます。ミオシンフィラメントがないところは明るく見えて明体と呼ばれます。明体の中央には Z 膜と呼ばれる仕切りがあって、 Z 膜と Z 膜の間をサルコメアと言います。筋収縮はフィラメントが短くなることによって起こるのではありません。ミオシンフィラメントとアクチンフィラメントが滑り合うことによって起こります。よって、安体の長さは収縮の前後で変わりません。安体は安体だっていう語呂合わせで覚えちゃおう。安体は安体、安体は変化しない。 名体やサルコメアの長さは短くなるけど、安泰の長さは短くならないことを知っておこう。以上、筋収縮の少し詳しい流れでした。復習してみてください。